症というのは僕の概念の中では、うん、あの洗顔も入ってますんで、お休み前のクレンジングもそうですし、はい、まあ、そういうのも全て顔をこうどう輝かすかというのがもうメイクアップという感じで、ね、素顔からで、この肌質とかね、輪郭、カラー、うん、これはもう全部印象にやっぱり人違いますね、顔の輪郭でも入ってますよ、うん、でね、印象がもう素顔の状態からね、やっぱり違うんですね。そこからでもお仕事的にこうだし、プライベートはこうだし、自分の願望あると思って、でそれに向かって自分が一番やりたいっていうのを、まあ、学んでいただく。やっぱり年齢と自分の自分を品格を高めるっていうのが大事だと思うので、そのためにやってはいけないメイクとかあるんですよ。奥深い深層心理。すごいですね。顔ってそれも全部こう表裏一体ですよ。だからまあこういうことを知っておいてもらうのがいい。それを性格をそのまま表現するメイクをしたりすればいいです。お人事がこうトータルとされてるんですね。そうですそうです。ね、この顔だけじゃなく。で、このメイクをこうして可愛くしたら、こういうのそのまま可愛くなるわけです。そうするとそのタイプに話し方も一緒に意識するようになります。これ、今の印象もそうですけども、急に変わりますよ。まあ、もしこういうブラウン系の色で、お洋服着てると顔に映り込む場合というのがちょっと変わる。でそこもメイクアップの場合はそういうふうなブルーベースでいくか、まあ、イエローベースでいくかによってお顔が変わるということをまず覚えておいてもらいたいのと、ぴったり合うでしょ。全然違う。ね、お顔をこう張っていきますよね。やっぱチークの使い方一つでもこんだけ変わる。こういうこと、こういうことですからね。この眉の上とか目の周りのトップ、顎先ピッとこういうしてお顔全体に軽くチークをね、バランスを取るってことが非常に大事なんですね。基本的に服の色を例えば考えてメイクもしながらやりたい場合はファンデーションもこちらいいかなと。ブルーベースがちょっとピンクっぽい色、よくエッセンからピーリングって言います、はいはい、ピーリング、まあ、それのもっとこう優しくね、じわじわとこう薄め取っていくやり方、うん、ツヤを出すっていうメイクというんで、もうとにかく保湿を利用して長距離ランナーで小さなことの積み重ねを、うん、まあ、これだけやるかによって変わるという結果出ますんでね。そうするとね、初々しさとかね、若々しさが出てくる。なんでしょう。ここがね、疲れてるんですよ。目の下とかね、目の周りね。はい、このと眉の毛ね、こう角張ってる部分があるんで、上はここないようにして、下を。ふくらさせるように気をつけて、これだけで十分元気になる。この下にもそうだし、つけることによって。少しポイントで入れちゃったらこの辺に入れます。かわいらしいでしょ。すごい思ってた以上に、うん、なんか別人になって嬉しい、お得な時間を過ごせました。